はい、皆様こんにちは。おっさっけーの塾長です。今回もどうぞよろしくお願いします。軽く一杯245杯目になります。前回はですね、トリスのですね、エクストラ、そして一つ前はトリスのクラシックをアップしたんですけど、まあこのような流れでアップしますとですね、やはりこの銘柄もね、流れてですね、ぜひとも比較して試したいですよね。サントリーウイスキーレッド、昔の赤札ですね、ついに登場です。早速飲んでいきましょう。お酒の種類はウイスキー、ブレンデッド、ジャパニーズ。銘柄サントリーウイスキーレッド。原産地日本。製造者サントリースピリッツ。アルコール度数 39% になります。こちらはですね、ジャパニーズウイスキーのね、なんて言うんでしょうかね、食中酒の優を目指してですね、年々改良を続け、最もスッキリとした飲み口のジャパニーズウイスキーとしてですね、完成の域に近づいたというふうにもう言われるですね、そのような銘柄でして、このウイスキーのですね、前身はですね、1930年昭和5年に発売された、サントリーの赤札になりまして、1923年にね、山崎蒸留所、寿屋、鳥居信次郎、そしてですね、スコットランドにウイスキー作りの留学に行っておりました竹鶴正隆の最強タッグによってですね、1923年に山崎蒸留所が設立されてですね、そして24年から蒸留が始まったんですけど、で国産の本格的なウイスキーの第一番目の商品っていうのはですね、白札、まあホワイトラベルですね、白札が一番目になるんですけど、そしてその次がですね、この赤札になるという、まあこの2番目といいますかね、この、一番最初の白札の親、弟分っていうのはこの赤札、いわゆるレッドっていうことでですね、結構歴史的にはですね、なんでしょう、まあ由緒あるといいますかね、昔ながらのウイスキーなんですよね。で、以前この動画アップしたことあるんですけど、サントリーウイスキーホワイトっていう銘柄もあるんですけど、そのホワイトっていうのはまさしく、一番最初のこの白札のことですね。その前身、ホワイトの前身は白札ということになります。そしてですね、赤札も販売されたんですけど、まあやはり戦中戦後ですね、そのようなものがあってですね、まあ赤札もちょっと何でしょう、廃盤といいますかね、商品が止まってたんですけど、寿屋創業者のですね、鳥居信次郎が亡くなった後ですね、1962年昭和37年に亡くなるんですけど、その後を継いだ、息子の佐治慶三もですね、当然ながらウイスキー事業に、力を入れていくんですけど、その2代目佐治慶三が、作ったウイスキーがこの、サントリーウイスキーレッドなんですよね。で、小山小前にね、その佐治慶三他に作ったものはですね、サントリーウイスキーリザーブ、そしてですね、1973年には、サントリー第二の蒸留所、山崎蒸留所が一番なんですけど、山梨の白州蒸留所を開設するに至ると。そして佐治慶三はね、まだまだ いろんな偉業を残しましてですね、今ではもうシングルモルト、もう手に入らないほど世界的に有名になってますよね。シングルモルトの山崎、そしてですね、プレミアムブレンデッドの響き、さらにですね、この白州蒸留所で作られるシングルモルトの白州ということでですね、この辺もね、この佐治慶三の代でですね、商品化のラインナップを厚みを増やしていったっていうことなんですね。そしてもう一つ忘れてはいけないのがですね、このこの佐治慶三の創業、やったこととしてはですね、寿屋をサントリーという風に社名を変えたっていうことも重要でして、さらにですね、今モルツとかスーパー、失礼しました、プレミアムモルツとかいろいろあると思うんですけど、
ビール事業にも本格的に参入したのもこの佐治敬造なんですね。まあ、そのようなですね、由緒あるですね、白札の弟分の赤札、の2代目の、赤札、いわゆるそれが佐治敬造によってよみがえったですね、このレッドっていう商品でして、冒頭に戻りますけど、まあ、価格帯もね、1000円弱ぐらいでですね、お求めやすい価格帯になっておりまして、やはりですね、最もすっきりとした飲み口のジャパニーズを目指したというふうにね、ホームページにも記載されておりますので、まあ、そのね、確認といいますかね、おそらく多分そういうことだと思うんですけど、早速いただいていくことにしましょう。はい、やっぱりレッドって明るく出てますよね。もうラベルも分かりやすく感じてますね。モーティー&リッチフレーバーっていうかね、本当にね、美味しそうな感じですよね。美味しそうな感じって、まあ美味しいなと思いますけど。さあ、入れていきましょう。ストレートです。ストレート。ロック。そしてやはりソーダ割りですね。で、試していきましょう。まあ水割りでもいいと思うんですけど、水割りは結構私、ロックである程度代用できるかなと思ってて、あまり水割りをね、この動画ではアップしないんですけどね。まあ後で飲むときはね、水割りとかも当然飲むんですけど、一時水割りもやってた時期あったんですけど、時間が全然追いつかなくなって、もう水割りやめたっていうこともあるんですけどね。はい、ステアです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,11.5 回と。1,2,3,4,5,6,7,8,9,11.5 回。こっちはソーダ割りの方ですね。さあ、ストレートから、試していきましょう。結構淡い色ですね。今までの何でしょう、このトリスとかですね、他のものと比べたらですね、だいぶ淡い、色ですね。淡い琥珀、イエローがかったゴールドっていうんでしょうかね。そして香りを嗅いでいきます。そうですね、もう本当にね、なんて言うんでしょう、いい意味でシンプルでスマートな印象ですよね。ラベルのも書かれてるように麦モルティって書かれてるんですけど、麦のジュースとかですね、麦の優しいような香り、まあ、そんな感じがするような雰囲気ですね。そしてですね、ちょっとアルコールとですね、なんて言うんだろう、ニンニクみたいなですね、日系、ニンニクハーブのようなですね、そんな感じもちょっとするかなと思いますね。で、ちょっと甘い蜂蜜とかですね、カラメル、その辺持ちで、来ましてですね、バニラの感じも淡く感じますね。全体的にですね、本当にシンプルでスマートな印象ですね。さあ、飲んでいきます。そうですね、やはりドライヤーのパワフルですね。でですね、存在感、ドーンとお腹の中が温かくなってきますね。最初は甘いかなと思いつつですね、すぐドライになってですね、辛口、しかしながらこの、トリスの、2品とも共通するんですけど、後口が綺麗なんでですね、なんて言うんだろう、しつこくないっていうんですかね、また何杯でも続けられるような、そんな味わい、主質っていう感じですよね。どっちかというとですね、なんて言うんだろう、まっすぐな感じですね、ストレートっていう感じしますね。トリスとかですね、他の角瓶とかだったら、まあ、ストレートなんですけど、ちょっといい意味変化球っていうか、いい意味複雑なところが多いんですけど、このレッドっていうのは本当に直球でアルコール感がドーンとくる、しかしそれも決していやらしくなくてですね、存在感があるような、なんて言うんだろうな、太い脂質、骨格が太い脂質って言った方がいいのかな、そういうような感じしますよね。まあ、これはこれで本当にね、ありだと思うので、面白い、こういうブレンデッドウイスキーっていう風になりますね。はい、そしてロックをいただいていきましょう。いただきます。こっちのがより一層苦味とですね、アルコール感がドーンときますね。まあ、しかしあれですよね、このレッドっていうのはですね、実はね、アルコール数 39% なんですね。トリスのエクストラが 40%、トリスのクラシックが 37%、角瓶が 40%、そしてオールドが 43% とかいろいろあるんですけど、
その中でこの39っていうのもまた面白い数字ですよね。なんかあの四捨五入して40にしたらええんちゃうなとか私なんかつい思ってしまうんですけど、やはりそこは酒税とものね絡みもありますね。当然ながら正しい、数値を記載する義務はあるんですけど、この39っていうのがこの味わいをなんだろうまとめてるっていうか、うまいことバランスをとってるようなアルコール度数なんでしょうね。おそらく低くてもですね、なんだろう、個性が少なくなる、アルコール度数が高くてもですね、ちょっと強くでバランスかける、まあ、いわゆる制裁をかけるということになれば、この 39% っていうのが本当にバランスがいいとこなんでしょうね。まあ、ロックその意味では結構ドライでですね、これはですね、ガツンってくる系統ですね。早く酔いたい人にはなんかいいかもしれませんね。人によってはそういう、なんだろう、経済的に早く酔った方がいいっていう人もね、中にいらっしゃると思いますので、その辺がね、なんでしょう、お酒の面白いところかもしれませんね。はい、そして、ソーダ割りですね。飲んでいきましょう。まあ、ソーダ割りも間違いなく、これの美味しいでしょうね、これね。いい音鳴ってね、シュワーってなってますけど、そしてこれを軽く1回2回混ぜて、こんな感じやね。さあ、いただいていきます。やっぱりあの元々はの原酒、あのウイスキーの色が薄い淡いのでですね、このソーダ割も淡い感じしますよね。なんかあの上品な感じしますね、これね。さあ、香りを変えていきます。あ、より甘さが出た感じですね。普通あのソーダ割にするとバランス変えたりですとか、あのなんだろう、今までなかったような香りがよく出てくるっていうケースは見受けられるんですけど、まあ、これも同じような感じで甘い、麦芽ですね、麦菓子っていうんですかね、麦のようなあのそういうようなあの甘い香りがふわって出てきてますね。うん、なかなかスマートで印象があのいいですね。本当に間違いなく食中酒、食事に合うっていうのはもうあの正しいと言いますかね、もう異論はないですよね。あ、ドライやね。非常にシャープでキレがありますわ。うん、なんて言ったらいいんでしょうね、スイスイいける系統ですね。でドライでシャープでキレがあるのでですね、キリッと辛口、そしてですね、食事の邪魔をしない、さすがですよね。冒頭ね、ホームページに記載されておったですね、食中酒の優を目指してですね、年々改良を続け、最もスッキリとした飲み口のジャパニーズウイスキーとして完成の位置に近づいてるっていうのが本当に分かるような気しますよね。まあ、あの、このなんだろう、あの、日本の食卓をパッと明るくする赤いラベルの晩酌ウイスキーっていうようなね、そういうキャッチフレーズもあるぐらいですね、このレッドっていうのはですね、本当にあの、なんて言ったらいいんでしょうね、ウイスキーの概念を変えると言いますかね、ウイスキーって言ったら昔からですね、あの、まあ、有名なのはあの、オールド、ダルマなんですかね、なんかものすごい出たんですけど、やはりあの、バーとかですね、そういうスナックとかでたくさん飲まれるような酒だったんですけど、この食中酒、食事の時にいわゆるビールの代わりですよね、平たく言えばですね、に登場するこのレッドっていうね、味わいも非常にね、納得ができる、まあ、そのようなね、素晴らしい、さらにですね、あの、ところに優しいっていうところもね、あの非常に魅力的なウイスキーの一つになりますね。いや、このレッドも面白かったですね。最後ちょっともう一回ストレートでちょっと試してみましょうか。はい、ストレートです。うん、やっぱりいい意味でアルコール感もよく出て甘やかしい感じ、しかしながら上品なあの香りの雰囲気ですね。うん、やっぱりそうですわ、スッときます。直球勝負、なんだろう、曲がったことは嫌いっていうか、なんて言うんでしょうね、非常に素直って言ったらみんな全部素直なんですけどね、本当に直球ストレートっていう言葉が一番似合うような、ウイスキーの特性かなっていうふうに思いました。いや、今回もね、楽しく飲むことできましたね。はい、ではそろそろお時間になりました。この度もご視聴いただきましてありがとうございました。今回はサントリーウイスキーレッドのソーダ割りで乾杯。